はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、僕の動画では久しぶりですね、本日はひょうりさんに訪れております。こちらのひょうりさんといえばですね、大食い御用達ということで、とんでもないね6キロを超えるようなチャレンジメニューがあったりですとか、通常のねメインメニューに関しましては味噌ベースのラーメンにあんかけであったり唐揚げだったり、いろいろとですね本当に多種多様なラーメンがあって、この高田の馬場の地では有名な人気店でございます。で、なぜ本日ですねこちらのひょうりさんに訪れたかと言いますと、今日いただくのはこちらでございます。旨辛キムチラーメンということで、以前からですね限定では販売しているんですけれども、今回この冷凍として販売を開始されるということで、せっかくですから僕もですねこのキムチラーメンを本日はデカ盛りでいただいていきたいと思います。まあただね、このひょうりさんに来たからにはそれだけではなくてですね、唐揚げも食べたいので、そちらをねトッピングした特製のデカ盛り、この後作っていただきまして、本日は楽しみたいと思います。ということでですね、本日いただくこちらキムチラーメン特製の5キロ完成しました。むちゃくちゃうまそうね。キムチの香りと揚げたての唐揚げと、最高に美味しそうな匂いしてますんで、早速こちら出来たてをいただきます。このひょうりさんのラーメン本当に久しぶりなんですよね。多分僕が動画を始めた頃ぐらいにチャレンジメニューに来た以来だから、もしかしたら6年以上ぶりかもしれない。スープね、いただきます。あーうまっ、あーうまっ、あーうまいな。やっぱりベースのスープが濃厚だから、このキムチが入ってもどっちも負けてないわ。うまみ強っ。ちょっと待って、うまいな。せっかくですからこの揚げたて唐揚げいっちゃいましょう。どうですこの唐揚げ、うまそうでしょ。サクサク感はもちろんですけど、この肉汁がすごいわ。もう噛んだ瞬間あふれ出るよ。うんま、ちょっとごめんなさい、今日これ5キロですけど多分全然足んないわ。スープにこのキムチの白菜の味、これがね染み出てるんですけど、それだけじゃなくてやっぱりこのもやしだったりとか肉汁ね、この合わさる感じたまんなくうまいわ。ちょっと麺いこう。よいしょ、うまそう。やっぱひょうりさんといえばこの中太麺よね。いただきます。うん、あ、うまっ。うわー、ちょっと待って、これ米だな。やっぱベースにキムチがいるんで、米も合うし酒も合うし、まあ、自宅に持って帰りてこれ。うん、
このね、ひょうりさんの麺っていうのがいわゆるタピオカ粉練り込んでるみたいでして、中太なんだけどもちもち感もあるし、ここにね、その吸い込むスープたまんなくうまいわ。ダメだな、うまいな。そしたらこの辺りで乗ってたね、卵黄も絡めていただいちゃいましょうか。たまんねえなこれ。うまっ。これね、もちろんベースでも美味しいんですけど、卵黄絡めると全然違う印象。うわぁ、まろやかさうめ。この韓国海苔もうまそう。ごま油の風味うま、めちゃくちゃ合う。これダメだね、ちょっと我慢できないので一旦失礼しますね。よしよし、これね、ちょっともうね、さすがにたまらず、こちら白ご飯ライスいただきましたよ。ちょっと我慢してたこの唐揚げをね、スープに浸しつつ白ご飯とね。わけがないわ、このラーメンは米とセットだな。最初はですね、この丼いっぱいなみなみにあった具材ですけど、もうこんなに具材なくなってしまいました。麺だけで言ったらもう多分2人前ぐらいだろうな。
ちょっとね、この今この壁面にみんなが食べたこのサムネイルとか動画のねサムネイルが貼ってあるんですけど、こう見てみるとチャーハンと一緒にこのキムチラーメン食べてたりとか、うわさっちゃんなんかビール飲んでるしな。やっぱりね、基本的なメニューはこのひょうりさん美味しいので、こうなってくるといろいろ食べたくなっちゃうな。さすがに今日こっからまたデカ盛りを注文するともう動けないというか、絶対に撃沈するので、また改めてね他のメニューとかも食べに来て楽しむしかないね。そしたら本日はですね、こちらの唐揚げで締めさせていただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日は僕の動画ではもうだいぶ久しぶり、このひょうりさんでですね限定販売するこのキムチラーメンですねいただきました。今回のメニューはですね、もちろん限定販売として店舗でも、販売しておりますし、それ以外にも通販であったりとか店舗でも冷凍の持ち帰り商品販売しております。今日ねこれ食べてみたけどうまいね。キムチのパンチ力がガツンときます。もちろんね麺でも美味しいんですけれども、ご飯そしてお酒飲める方はお酒もね一緒に用意していただいて、この三種の神器としてですね全てを味わっていただくと一番楽しめるんじゃないかなと思います。具材に関してはですね、ニラであったりとかキムチ、そのあたりの具材は入っておりまして、別途ですね、おすすめとしてはもやしを茹でていただいて用意していただく、それでこのラーメンと合わせるとですね絶品ですので、皆様もですね気になった方はこのキムチラーメン食べていただきたいとともにですね、もちろんこの店舗でも通常のあんかけラーメンであったりとか、この美味しい唐揚げですね食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。